はい、どうもクマです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。キラーマジンガ倒していきたいと思います。パーティーは守り人、忍者、魔剣士、大神官という感じでございます。メインのね、魔剣士はメタ金剣です。イオが入るのでメタ金剣を装備しております。心はこんな感じ、マシン特攻と、イオですね。はい、まあ、ゴールデンドラゴンがイオの、マシン特攻がねあるんで入れてあります。まあ、基本的には会心必中って感じですね。続いて守り人、英雄の槍を装備しておりますが、会心寄りのね心にしてあります。まあ、ダメージ少しでも出ればみたいなね感じですね。あと回復も入れば、真珠も会心率アップの真珠となっております。心道はこんな感じですね。守り道、魔剣士の方がですね、今回は、インガルートですね。はい、そっちで心道はセットしてあります。呪文打ってこないんでね。はい、で最後が忍者、ここが一番迷いました。迷いましたね。まあ、一応ドルマ、全体ドルマのブレスっていうね感じですね。まあ、一応心はブレスなんですが、マシンの真珠と地獄の騎士で縛り打ちを入れるかどうしようかなみたいな感じですね。キラーゾーンが生成されてしまった場合には、まあ縛り打ちっていうよりは全体のドルマで攻撃していくっていう感じだと思いますが、大神官はこんな感じです。はい、大神官の心はこんな感じ。一応ね、麻痺耐性を入れてあります、真珠で。はい、心道も、アンコールではなくて、祈りの方ですね。はい、では早速見ていただければと思います。キラーマジンがね、いろいろめんどくさいね。メメントモリやってきたりっていうのがあるので、まずはね、守りの盾みんな本当はやっていきたいんですが、大神官だけね、水晶を持ってますから、他はここ迷うね。いきなり剣魔強一来てるけど我慢して守りの盾かな、やっていきましょう。で、守り人は守りの盾じゃなくって違うのをやっていきますね。とりあえず水晶のラッキータロットやっていきましょう。2ターンでいきなり守りの盾入ってるからね、大進化も OK でしょう。とりあえずはいいね。いきなり3段アップ最高です。さあ、守り人も、ここはですね、守り人の場合はですね、どうしようかね。守り人は、黄金の守りだね、あったね、さっきね、これですね。これで守りの盾と回復、自身の回復効果アップと。さあ、次がね、魔剣士攻撃していきたいんですけども、いいよ、会心必中これでねやっていこうと思います。次はいきなり結構ダメージ食らうね。最初呼吸とすか、忍者どうしようかな。まあ、とりあえずもう普通に攻撃するか。今回ね、忍者もね入れるかもね迷ったんですよね。結構一回使ってみてよかったのは、意外と良かったのがやっぱ月下美人。月下美人はね、ダメージはバギーなんで全然入んないんだけど、衰弱が入ってくれると結構ね、被ダメージも下がってくれたり、こっちのダメージも上げれたんで、月下美人はそういった意味では良かったかなっていう感じですね。なのでとりあえずダークネスフレアやっていきましょう。だからね、忍者は縛り入ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいんですけど、そうじゃなければ変な話、大魔導士とかでメドロアでもいいですよね。さあ、会心必中、忍者のここをもう一人大神官とかで回復にするか、もう変な話、強い武器があれば
魔剣士一本で他もサポートっていう感じでもいいかもしれないですね。うん、だ守り人も、まあ、仁王立ち向こうが、キラマジンガが攻撃の準備したっていうタイミングで仁王立ちをやる要因ではあるので、本当仁王立ち要因みたいなねところもあるので、攻撃しつつ回復の武器ですね。英雄の槍か、奇跡の剣も絶対いいよね。だ忍者で奇跡の剣行く、それもありかもしれないですけど、だったらゴッドハンドで奇跡の剣か。ここのね一枠をどうするかっていうのはちょっと迷いますね。うん、で魔剣士もまあ今回メタ金剣使ってるんですけども、雷鳴の剣とかも絶対いいよね。あれも気合痛め入れてドルマは等倍かな入るので、雷鳴の剣も良さそうっすね。次雷鳴の剣使ってみようかな。メドローアはまあ、暴走入りにくいかもしれないですけども、あそうだね、はい、暴走はどうなんだろう、会心と同じように入りにくくなっちゃうのかな。でも山彦があるからね、それがいいよね。連続呪文と山彦があるから、今回呪文武器いいかもしれないですね。であと今回のピックアップ武器の何がいいかって、まあバフ消しっていうのもあるんですけども、今回のこのキラーマジンガのその呪文耐性っていうところが一番右端に来てるんですよね。一番右端に来てるから、今回のピックアップ武器でバフ消せば一番最初にこの呪文耐性っていうところがなくなってくれるんで、かなりダメージ呪文武器だったら他の武器も含めて出やすくなると思うんですよ。ところがね、ラミアスとか、まあ、魔力の宝剣もうちょっと使ってみたんですけど、このね右から2つ目行くまでがそれなりに時間かかるから、2本持ちとかだったらいいかもしれない。ラミアス2本持ち、うん、そうじゃなければ意外と無視して銀河の剣で無属性で、うん、気合痛め入れてみたいなことやってた方がダメージ出るかもね。今回は、まあ、メダ金剣がね、イオなんで、会心必中でね、やりますけども、このね、キラーゾーン出てからがね、厄介だね。まあ、メダ金剣は全体イオなんで、まあ、次のターンでキラーゾーンも倒せるでしょう。ただ、キラーマシーン2がね、イオ耐性なんだよな。ほら。イオ耐性なんだよ。そこがちょっと厄介ですね。まあ、その分ミラクルインパクトで単体で倒し攻撃するしかないね。こんな感じでね。さあ回復。これ今ねだから1日1回の耐性ありなんで、これが1日1回の耐性なしだった場合にどこまで戦えるか、やっぱ一ターンでしっかりキラーゾーンを倒しきるっていうことが重要かもしれないですね。それができないと結構きついかも、逆にこんな感じになっちゃうからね。これで耐性なしだ、1日1回の耐性なしだったら結構食らうでしょう。いい感じでね、忍者の縛りが入ってくれればいいんですが、このタイミングですね。このタイミングで、守り人は次は仁王立ちね、なんですが、おいい感じ、ラッキー。これだよね、忍者のいいとこはマジでこれ。しかも最高のタイミングで入ってくれたじゃん。ってことは攻撃もいけるからめちゃくちゃいいね。だ魔剣士は陰が入っているけども攻撃力アップ入ってないと耐性みたいに出ちゃうね。それぐらい相手が進化してるからか、ここは一回縛ってくれてるから、ラッキータロットで攻撃力上げていきましょう。うん、2段か3段上がってくれたらめちゃくちゃ良かったけど。さみだれ危な、まあ忍者が倒れる分にはまだいい。魔剣士が倒れちゃうとマジできつい。オッケー、いいね、いいね。ここはもう
ダークネスラーですね、まあ、キラーゾーンとキラーマシン2が出ても、まあ、ドルマー全体にダメージが入ってくれるから、まあ、雷鳴の剣いいかもね。ジゴスパークも全体で入るもんね。サブスキルも4回でね、超回心出る可能性もあるし、雷鳴の剣使ってみましょう。次はね、この凍結ガスやだね。結構ダメージが、おお、ラッキー。メメントモリはね、ラッキーなんですよ。ラッキー。この全滅、まあこの後の攻撃さえ防げればカウントダウンだけなんで、怖いのはね。さあ、ダークネスフレア、だこの時に、まあ、守り人がねしっかり攻撃して回復してくれればだいぶ OK。 ラッキー、キラーマシン2倒してくれました。さあ、これでダメージを受けてる。いい、5万5千だよ。5万5千、むちゃくちゃいいね。何年前だっけ、もう2年前になるのか。お、でかい、ここでベホイミでかい。さあ、まあもうここの終盤でメメントにも無理なんで、回復無視でいいでしょう。お、これ準備中だから、次守り人はどうしようかな。仁王立ちでもいいね。さあ、もう一回会心必中やっていきましょう。会心必中の構え、次が勝負ですよ。これも回復いいね。解除されるね、いい感じに。さっきのベフォーミがでかかった。ここは仁王立ちやっときましょう。これあれでしょ、あの横文字がめちゃくちゃ長いやつやってくるでしょ、これこれこれ、カタストロなんとかレイ。オッケー、もう次これいけるでしょう。麻痺入っちゃってるけどね。そうだね、ここでまあ自己進化のプログラムは嫌なんだけど、まあまだ1だからね、レベル1なんで。さあ、いきますよ。お、いい感じで桂馬が、あ、そういえばね、インがやってなかったわ。インがやってなかった。インがなしでよく6までいったな。さあ、いきましょう。これ結構ダメージ出るんじゃないの。いい、すごい、10万超え。さすがです、メタキンケン。いや、メタキンケンさすがです。いやー、すごかったね、最後。いい感じで締めてくれました、心は。D と、はい、いうことで、メタキンケンまだまだ使えますという動画でございます。よかったら、次の動画も見てください。それじゃまた。